今日は盛岡でも3回目ですね。はい、今日も皆さんいろんなところから集まってきてくださってるんですけれども、今日一人ちょっとかわいい、プラカードとか持ってる方がいたのでお話を聞いてみます。遠野からいらしたんですけど、実は今日は NHK が取材に来てくださって、 NHK じゃないかな、あら、NHK さんよろしくお願いします。顔を撮らないで、ここすごいかわいい。かわいいでしょ、ね、これ拡大コピーされたんですよね。拡大コピーしちゃいました。このステッカーがあって車とかに貼って原発嫌だよっていう意思表示をしてもらうものです。あ、そうですか、今日はどちらからいらしたんですか。今日は、遠野の家から来たんですけれども、もう27日には宮崎の方に帰ります。あ、宮崎からいらしたんですか。はい、はい、あ、先ほどちょっとお話をお聞きしたんですけれども、宮崎に、行くことになった経緯をちょっと教えていただけたら嬉しいなと思うんですが、はい、震災で、福島の原発事故が起きたよっていうふうに、まあ、ラジオで聞いて、おはようございます。でも今日はここからお話しさせてもらいます。面白い、まあ、なかなか正しい情報がすぐに得られる状況ではないという判断で、まず子どもたちだけでもと思って宮崎の方に避難させようと思って、でもいろいろな偶然が重なって今私も宮崎にいるんですけど、そうなんですか。で、原発の事故が起きた時にどんな風に思われましたか。中野橋の手前で、もう本当に何が起きるかわからないので、とりあえずもう遠くへ、遠くへ行って、そこで情報を集めて対処しなければ、子供を守りきれない。止まらないで、精一杯アピールをしていただいて、宮崎に行ってみて、どうですか？もう一個はい。そうですね。いや、母子家庭のお家って本当に大変だったってちょっと思ったんですけれども、でも母子避難の方たちがたくさん宮崎には来ていますね。で、最近になっては、関東地方からもう家族で移住だよっていう人たちも増えていて、今、宮崎には多くの人たちが移り住むようになって、疲れてしまった方はちょっとこう公園でお休みするのは OK だそうです。今日デモに来て何を訴えたいですか。はい、もう子どもたちの未来のために核のない社会を作りたいと思って、みんな、日本中の大人の人たちは、今行動すべきだと。ありがとうございます。はい、今日誠さんのお話が始まっています。先週いただいた寒波が
11,814円でした。ありがとうございます。5回分ということで、今日の分と、来週の申請をもう済ませましたので2週分使わせていただいて、今6000ちょい余ってます。ありがとうございます。今日は、ありがとうございます。助かってます。今日はそんなに募集してませんが、いただけるなら助けになります。1人、100人超えてるようなので1人20円ぐらいで1回分が賄えるので、気持ちがある方は1人20円ぐらいをいただければ助かります。よろしくお願いします。今週からスタッフに、黄色い、バンダナを配りましたので、これをつけてる方の指示に従ってください。お願いします。あ、カンパありがとうございます。来週、時間が、早くなります。集合時間は同じで、出発時間が 6時半からになります。ちょっと早めに集まってください。よろしくお願いします。私も先週、行かさせていただきました。とっても流れがきちんとしてて、私のやる素人の司会にはかなわない感じで参考にさせてもらってます。ありがとうございます。で、実行委員として、なんで運営に関わってくださる方もだんだん紹介していけたらいいなと思って、とりあえず今日は穴田さんにお願いしますので、ちょっとお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。実行委員会というほど仕事はしてないんですけども、一応やらせていただきます。穴田と言います。今泉から参りました。私実はですね、岩泉でハムソーセージ屋をやっております。で、地元の豚肉とかですね、牛肉を使って添加物をなるべく使わないと、そういうような製品を使っているんですが、大変残念なことですが、昨年の原発事故以降ですね、地元の牛肉から一部なんですがセシウムが出るような状態になってしまいました。もともとそういう添加物を使わないとか、そういう安心安全の線でやってきたんですけども、そういうものと向き合わざるを得ない、そういう状況になってしまいました。で、皆さんもここにいらっしゃる方なので分かると思いますけども、岩手県非常に生産者が多い農業県です。当然水産物もありますし、
そういう中で食べ物をどうするんだっていうのは非常に大事な問題だと思います。お子さんがいらっしゃるかと思います。小さなお子さんにはセシウムを食べさせたくない、当然の話だと思います。その一方で現実に100ベクレルという今基準があって、100ベクレル以下の食べ物、セシウムが入った食べ物は 出回っているのが現実です。で、それをどうするのか、子供に食べさせないなければじゃあどうしたらいいのか、それを作る生産者はどうしたらいいのか、やっぱりそれを考えていかないことには岩手県でこの運動は広がっていかないと思います。で、まあちょっと今日は集会じゃないのでできませんけども、おいおい生産者の、ここに来てる方もいらっしゃいますので、生産者の声なんかも皆さん聞きながら皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思っています。今日はちなみに全国で金曜日、今日だけで33都道府県で同じような抗議活動が行われているそうです。大変残念なことですがゴールが見えません。しかし私たちは本当に原発がなくなるまでこの地道に、ね、活動全国で仲間たちと一緒に続けていけたらいいなと思っていますので頑張っていきましょう。40分になったので、そろそろ声優を始めたいと思います。そうか、ごめんなさい。週刊金曜日の記者さんから、Twitter と Facebook に、写真を送ってほしいという依頼っていうか、お願い、軽くありまして、今日のやつも撮っておくみたいんですが、写真に撮ってもいいですか？今日のデモ。ありがとうございます。はい、もう暗くなってきたので出発するときに前からアナさんが撮ってくださるそうなので、嫌な方はもうささっと呼べていただければいいと思います。あと今までのデモでよく撮れたやつがあったら、個々に送ってくださってもいいそうなので、ぜひ、盛岡のデモを、週刊金曜日の方に送っていただければと思います。よろしくお願いします。今日は雨予報だったんですけど、雨でもやる予定です、毎週。はい、よろしくお願いします。みんなカッパとか、用意して来てくださると、喜びます。ね。整列始めたいと思います。ファミリーのお子さんがいるグループを先頭にしたいと思います。じゃあ、こっちの方に、ここを先頭に、お子さんのいるグループからまず先に来てください。もしもし、
ではファミリーが並び終わったので、その後ろに2列目並んでください。ごめんなさい、ファミリーの方から先頭にちょっと前の方に出ないと後ろが並びきれないので、ちょっと進みます。じゃあ早速2列で並んでください。途中から係員が1列になるポイントを言いますので、そこまで2列です。再稼働反対と原発やめようと、あと子供を守ろうぐらいで、あとはアレンジを聞かせていきたいと思いますので、で練習します。私ってこのバイクで行ったら、その後そのまま同じを入ってもらう感じでやりたいと思います。再稼働反対、子供を守ろう、原発いらない、再稼働反対、原発いらない、子供を守ろう。こんな感じでいいですかね。マイク、お母さんたちにも回していきたいと思うんですけど、順番に後ろに行っても、一言ずつぐらい、ね、声をかけていただければ、喉もされちゃうんで皆さんお手伝いお願いします。はい、過ぎましたね。なんか45分を過ぎるのはいいんですけど、手前に出ちゃうと違反になるみたいなので、45分を過ぎるのを止まっていただきます時間になったので出発したいと思います。今日もよろしくお願いします。子供を守ろう。
の反対、原発いらない、子供を守ろう、再稼働反対、原発いらない、子供を守ろう、再稼働反対、子供を守ろう、原発いらない、再稼働反対、原発いらない、子供を守ろう、原発いらない、再稼働反対、子供を守ろう、再稼働反対、子供を守ろう、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、子供を守ろう、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、再稼働反対、原発いらない、子供を守ろう、再稼働反対、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう。
再稼働反対。Yeah.
知らない、子供を守ろう、最高の反対、最高の反対、子供を守ろう、原発知らない、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、原発やめろ、原発やめろ、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、再稼働やめろ、再稼働やめろ、子供を守れ、子供を守れ、再稼働反対、再稼働反対、原発やめろ、原発やめろ、子供を守ろう、子供を守ろう、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう、子供を守ろう、原発いらない、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、原発いらない、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、原発いらない、原発いらない、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、子供を守ろう、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、再稼働反対。
¡Vamos!
対。再稼働反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 対。ハイタッチしてないとお願いします。ハイタッチ。一人このバス停バス停で一人抜けたから私と先にさゴールした方は119でしたが、NHK の記者の方が数えたのが、135だったそうで、また来週も再来週も続けていきますので、脱原発のその日までよろしくお願いします。ありがとうございました。NHK の方から、明日の朝放送をする予定ですということです。6時55分とか45分ぐらいとか、岩手の時間に放送する予定だそうですので、チェックお願いします。はい、ありがとうございます。すみません、何か言いたいことがある方、今、一つだけ。お疲れ様でした。福島原発国府南と申します。6月11日に福島県民1324名が、福島地検に、東京電力法人としての東京電力を公害罪 で、この日差しの裏の33名を、業務上過失致死傷罪で、刑事告訴しました。8月1日に、刑事告訴は福島地検によって受理されたんですけども、この後、捜査をしまして起訴するかどうかはまだ福島地検の判断待ちということです。これに、プレッシャーをかける意味でもですね、11月の、15日をめどにですね、第二次告訴を今検討しています。で、第二次告訴をするにあたって、福島原発告訴団というものを立ち上げました。今日、このピンクのチラシに、書いてありますけども、この33名の他に田中俊一さん、彼もリストアップしまして、告訴の対象になります。ぜひですね、この誰も責任を取らないというこの状況はまさにその原子力村の暴走につながっています。一人一人の勇気で彼らを解体し、原子力の村を解体するためにも一人一人の勇気が必要です。ぜひですね、小さなお子さんもお母さんが貢献になれば、告訴人になります。で、告訴はちょっとという方は告発人になります。告発人というのは犯罪をあそこで見たから俺は告発するんだと地検に、ということですので、告訴人が無理でしたら告発人として、ぜひ参加してください。参加登録料2000円かかりますけども弁護士はですね、薬害訴訟の安田弁護士とか、それから社民党の福島さんのご主人の海藤さん、海藤雄一さんとかが弁護士になってくださってますので、すいません、長くなりました。よろしくどうぞお願いします。
が流れ解散ですので、はい、皆様、ご自由にありがとうございました。なんか NHK の方がちょっと、ちょこちょこ。